わあ、お店がいっぱい。アンナちゃん、ひょっとして太宰府天満宮は初めて？はい、人混みがダメだったから。そうか。アンナお姉ちゃん、人混みがダメだったんですか？大丈夫ですか？今日は。大丈夫大丈夫、ジギーさんが一緒だから。わお、ジギーさん、アンナお姉ちゃんから絶対的な信頼を得てますね。実はジギーと一緒ならアンナちゃんは大丈夫なんですよ。ももこちゃん、福岡のお友達の皆さんとは連絡ついてます？ちゃんと。はい、この参道の奥の鳥居の前に1時集合です。久しぶりなんでしょ？楽しんできてね。ありがとうございます。2時間お時間いただきます。じゃあ3時に鳥居前に集合。了解しました。そうだ、これからのこともあるから3人でグループ組んでおきましょう。あ、それ大事。ホテルのメンバー用のあれですね。ホテルメンバーの？はい、ホテル専用のソフトなんですよ。連絡以外もいろんなことが情報で共有できますよ。あれ便利よね。面白そう。じゃあ携帯貸してください。設定してあげます。はい、お願いします。はい、これをダウンロードして。ホテルのソフトなんてすごいですね。お兄ちゃんが作ったの。そういうの得意で。そうだ、ももこちゃん、梅貝餅食べる？食べます食べます。太宰府といえば梅貝餅ですよね。じゃあはい、これね、さっき買っておいたの、みんなと食べて。ありがとうございます。はい、完了です。これを押すとですね、私とアンナちゃんとももこちゃんのルームができてますよ。ほら、これからちょっとした連絡や相談があったらここに入れてください。ジギーとアンナちゃんがすぐにお返事入れますから。嬉しい。あ、そろそろ私行きますね。ちょっと早いですけど、今回の主催者なので。了解です。では3時に。はい、お二人も2時間太宰府デート楽しんでくださいね。実はジギーもアンナちゃんとのデート楽しみなんですよ。私も楽しみ。いいなぁ、羨ましい。ももこちゃんもいい人見つけていらっしゃい。無理無理、みんな歴史にしか興味ないですから。なんと健全な。じゃあ行ってきます。どう、ももこちゃん、我がホテルのスカイラウンジからの夜景は？大分では見ることができませんね。こんな都会の風景は。太宰府はどうだった？楽しかったかな？はい、とても。久しぶりに福岡の部活仲間とも交流できました。昔から歴史が好きだったのかな？小学校の高学年くらいから少しずつですかね。でも中学の担任の先生が歴史の先生で、とても素敵な先生で、それでですかね。ハンサムなの、その先生？あ、いえ、女性の先生で。あら、それは失礼。へえ、女性の先生に憧れてか。はい、考え方なんかも大好きで。そうなんだ。さて、ももこちゃん、明日だけど一応ももこちゃんの超能力や寿命の状態を検査しますから、午前中は開けておいてね。はい、私超能力の使用と寿命の短縮の関係なんて今まで知りませんでした。仕方ないね、周りに誰も教えてくれる大人なんて普通いませんから。若い超能力者あるあるなんだそれ。今まで乱用しているつもりはないんですけど、ちょっと怖いな。まあ、減ってしまった寿命についてはどうしようもないからね。受け入れて今後の生活に役立てましょう。はい、オーナー、準備ができました。ありがとう。じゃあ、ももこちゃん、行っといで。今からあなたの歓迎会だ。ありがとうございます。ももこちゃん、こっちこっち。ジギーさん、流れっていうコックの料理なんだけど、どれも絶品だから。ありがとうございます。じゃ、楽しんでね。はい。夏目。はい。流れを連れて私の部屋まで。かしこまりました。ミャー。オーナー、こ
この度は娘夫婦が大変お世話になりました。やっと娘さんに会えたんだな。よかった。旦那の山崎拓也も想像していたようなクズでなくて安心しましたよ。昔の悪行は、まあ若気の至りってことで目をつむってやるんだね。そうします。ありがたいことに今回二人から超能力粒子を譲ってもらったよ。ようございました。何より二人が超能力を捨てる決断をしたことに喜びを感じております。二人はカラスを脱退することになったが、まあスクヨが就職先の世話はしてくれるはずだ。心配するな。はい、何もかも感謝でございます。総支配人も何かとお心遣いくださりありがとうございました。とんでもないです。どうした？よし、わかった。流れ、調理場がお呼びだ。わかりました。では私は戻らせていただきます。うん、お疲れ。お疲れ様です。さてと本題だ。夏目、これを見てくれ。山崎拓也のレポートですね。ああ、超能力を放棄する直前、彼が最後のポストコグニションで得た結果だよ。なるほど。それを見る限りお前が推測している通りなんだと思う。おそらく間違いありませんね。どうしますか？明日私が対処するよ。責任持ってね。わかりました。ところでジギーが桃子ちゃんの携帯に追跡アプリを入れたそうだが。はい、桃子ちゃんの監視はお任せください。頼んだよ。わかりました。桃子ちゃん、お疲れ様でした。今からあなたの検査結果をお伝えするよ。よろしくお願いします。北川、頼む。かしこまりました。桃子ちゃん、あなたはもともとの寿命はおそらく85歳くらいです。病気や事故がなければの話ですけど。女性の平均くらいですね。よかった。続けていいですか？はい、お願いします。あなたの超能力は磁気操作に関係するもので、かなりレベルが高いものです。ハイレベルのこの能力保持者には私は今まで会ったことがないよ。素晴らしい。ありがとうございます。桃子ちゃん、あなたは小さい頃から気づいていないところで結構この能力を使ってきてるみたいなの。え？それで寿命の方がすでに5年ほど短縮されています。つまり80歳ってことですか？そうなりますね。あなたの能力がハイレベルなもののために、それを使うと寿命の短縮が加速するんです。高いレベルの能力の代償ということですか？そう、皮肉なことに。どうする？もっと聞く？それともうやめようか？ いえ、続けてください。桃子ちゃんがこれ以降超能力を使わなければ寿命は減らないよ。それは理解できるよね。はい。ただこれから一生使わないという保証はない。はい。どうする？私たちが君の能力を除去してしまうこともできるけど。普通の人になるってことですね。そういうことだね。考えてみます。そうだね、じっくり考えてみて。じゃあ今日はとりあえず桃子ちゃんの偏頭痛だけ治しておいてあげよう。え、これ治るんですか？もちろん。ずっと辛かったでしょ？はい。え、本当に治るんですか？嘘みたい。大丈夫だからね。さあここに寝て。北川、LTR を。はい。では桃子ちゃん、これを血圧計みたいに腕に巻いてください。はい。時間かからないから大丈夫だよ。リラックスリラックス。